ド派手な登場だな、ジョーカー。今のでだいぶ敵の注目が集まってる。そのまま陽動よろしく。みんなは作戦通りに。ジョーカーが踏ん張ってる間に頼んだ。了解、サーチライトは任せとけ。俺たちもハッキングのサポートだ。ええ、まずはゲート周辺の安全を確保しましょう。いいぞ、切って切って切りまくる。敵の目はジョーカーに釘付けだ。いい感じ、そのまま続けて。あのパスを一人で。さすがはジョーカーだ。疲れちゃこうはいかないね。残ってしまうか。敵が集まってきたから、やっちゃえジョーカー。ワイダー招待アルセール食らえ。続いて、この1ヶ月で発生した類似事件の報告です。はじめに、財務次に、札幌中央市議会議員3名、本会議中に自ら汚職を告白して辞職。次、有名小説家の S 氏、突然の断筆会見を開き芥山賞を辞退。続いて民放の看板キャスター、生放送中に出演者に愛を告白、振られる。そして最後、警察庁刑事局長が突如全裸になり、省内を走り回って逮捕。何かおかしいかね、長谷川警部補。いえ、すみません。これらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、いずれの事件も人格の急激な表変が認められます。先に挙げた対象者は全て表変する前までは精神に異常などは認められていません。つまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動です。ただの偶然じゃないのか。誰かが人の心を操作してるとでも。先ほどの事件はあくまで一例で、全国的に類似事件が多発している状況です。やはり心の回答だ。静粛に進行を続けたまえ。ありがとうございます、鏑木管理官。先ほどご意見が出たように、当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件、心の回答団による会心事件の疑いがあると上層部は判断しております。
しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか。無差別にやってるようにも思える。動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ。以上の件を諸君に調べてもらいたい。なるだけ早くな。私が諸君に求めることは二つ。一つは本件を立件するのに十分な証拠を押さえること。二つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが、上はこの件にご就寝だ。我々は結果を出さねばなら。容疑者は怪盗団のリーダー。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。怪盗団ね。こっちの電車に乗るのも久しぶりだな。あいつらとの再会だな。ああ、なんてったって怪盗団全員が集まるんだからな。お、着いたみたいだぜ。驚いたか？会いたかったぞ。久しぶりだな。少し背伸びた？元気そうでよかった。モルガナもね。にゃっさー！外は？マスターのコーヒーが冷えてる。なんでお前がトカゲなんだよ。サプライズ大成功だね。
まったくお前ら、憎いことしてくれるじゃねえか。久々に会えるってのに、何もなしじゃつまんねえだろ。だからマスターに頼んで、開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。そうだな、積もる話もあるだろうが、そろそろ店開けるからよ。お前の部屋だ。はいよ。その代わり後で店手伝えよ。よし、じゃあ全員アジトに集合。騒がしいのが帰ってきやがる。この間の期末も赤で見つとっちまってさ、危うくほ勝った。私一個しかなかったし。まったく相変わらずね。少しは真面目に授業を受けたら。お、生徒会長の鉄拳制裁来る。それいい加減忘れて。大学ってやつは楽しいのか。ええ、充実してるわ。今のうちに基礎を固めないと。私も忙しいけど楽しいかな。野菜ほう、それはうまいのか。食いつくの早えな。てか農学の授業があってね。うげ、我が輩すぐ寝ちまいそうだ。双葉は学校はどう？ふっふん、余裕だ。満員電車と体育以外はだいぶ慣れたぞ。だろだろ、もっと褒めてくれていいぞ。で、肝心のお前は？よかった、あなたはどこでもうまくやれそうだものね。まあ俺もそれなりにはやってんだけどさ、やっぱお前がいねえとピリッとしねえっつうか。そりゃ当然、私たちのリーダーだからな。だね。怪盗団魂は永遠ってやつな。それで夏休みはどう過ごすの？今日予定を決めるのよね。そうそう、それ決めなきゃ。夏休みの間はずっとこっちにいられるんだよね。やっぱ旅行じゃね？一回。あのね、宿題の存在とか忘れてない？うそれにみんなは高3でしょ。言わないで。相変わらずだな、リュウジは。話を戻すが、一月あればどれだけの芸術に出会えるか。芸術系の。てかさ、旅行もいいけど、まずは昼はバーベキューにキャンプ。楽しそう。焚き火するなら薪割りは私に任せてね。ケーキ漬けにバーベキューで肉祭り、ありだ。赤身のいいとこ頼むぜ。なんたって我が輩はグルメだからな。夏らしくていいわね。健康も考えて野菜は多めにね。バーベキューとなれば黙っておれん。芸術より食い気か。それでいいのか、お稲荷。じゃあ再開祝いの第一弾は。そうと決まれば。エマ、キャンプにいるもの教えて。キャンプに必要なものをリストアップしました。渋谷705近くに専門店があります。お、なんだ今の。コンシェルジュアプリのエマだ。知らないのか。あ、聞いたことある。何でも教えてくれてすごく便利なんだよね。確か愛で動いてるってやつだろ。
AI じゃなくて AI、 人工知能だよね。アーティフィシャルインテリジェンスの略な。あらゆる情報の検索からナビゲーション、スケジュール管理、果てはお悩み相談まで、聞きたいことを音声入力するだけで最適な答えを用意してくれるのが売りだ。テレビでも特集されてたわね。すごく優秀だから急速に普及したって。そうそう、なかなかよくできてる。龍二の1万倍は賢い。うっせ。でもまあちっと興味あったんだよな。うまいラーメン屋とか教えてくれそうじゃん。よかったらみんな入れてみろ、いろいろ便利だぞ。もしかしたら遊びに出かけた先で困った時使えるかもしれないわね。面白そうじゃねえか、お前も使ってみたらどうだ。はじめまして、エマです。あなたに会えて嬉しいです。あなたの名前を入力してください。私はエマ、あなたをサポートするコンシェルジュです。お、起動できたみたいだな。みんな友達申請しといたから、とりあえずおすすめキャンプグッズ。つってもせっかく集まったんだ。ああ、特に。おう、却下で。気にすることは。それにこちらこそです。んじゃあまた明日。なんつうか久し。明日は手分けして買い出しだね。俺らはキャンプ用品担当でいいんだよな。つうわけで明日は渋谷ブチ港前に集合な。じゃあな、忘れんなよ。店の手伝いも忘れるなよ。この感触懐かしいぜ。ご主人も相変わらずだったし。やっキャンプは明後日からか。にゃふふ、我が。それじゃあもう寝ようぜ。おやすみ。
お久しぶりですね。ようこそベルベットルームへ。この再会を喜ぶべきか悲しむべきか。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。あなたをここにお呼びしたのは他でもありません。あなたとあなたが奪い返したはずの未来に立ち現れた忌まわしきこの牢獄、そしてその罪人の姿が告げています。あなたが再び運命の囚われとなったことを。何者かが策動し、あなたを厄災に満ちた運命へと誘おうとしている。その邪悪な意志を前に、あなたの内なる声が叫んでいます。抗えと。我が名はラヴェンツァ。力をつかさ、申し上げた通り、このままではあなたを待つのは破滅のみ。その運命に抗い、再び歪みゆく世界に立ち向かう覚悟はありますか。それでこそ私の知るトリックスターです。この先にはあの時と同じ、いえそれ以上の苦難が待ち受けていることでしょう。ですが私はいつもあなたのそばにいます。時間のようですね。いずれまたお会いしましょう。おはよう。ああ、やれやれ。ああ、オース つかまじ。今年の夏は我が輩たちはバーベキューセット担当だったな。道案内は任せたぞ、リュウジって。俺もどこかは、エマ。はい、お呼びですか。ああ、あれだ、あれ、昨日行ってた店に案内してくれ。目的地までのガイドを開始します。おお、地図出たぜ。そんな聞き方でわかんのかよ。こいつはなかなか便利かもな。よし、さっさと買い出し済ませて明日からの作戦立てようぜ。アリス最高。なんだ、騒がしいな。イベントサジェスチョンです。渋谷705前でヒイラギアリスさんのイベントが開催されています。あ、
んだ、サジェスチョンって。つかアリスってマジかよ。ヒイラギアリスは日本のファッションモデル、アーティスト、キュートなるポップカル。ふーん、あの騒ぎ見りゃ分かっ。お前ほんついでだし。何何何やってんの。なんかショップのオープニングセレモニーだって。っていうかあれアリスじゃん、ヒイラギアリス。みんな今日は来てくれてありがとう。今日からここに私がプロデュースしたブランドショップがオープンだよ。誰でも一度は別の自分になってみたいって思う時があるよね。ここはその願いを叶えられる不思議の国、なりたい自分になれるワンダーランドなの。私と一緒に不思議の国に行きたい人はいるかな。ありがとう。じゃあ今日は特別に。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、君にも。やべえ、アリスの手触っちゃったよ。お、君メガネ似合ってるね。ごめんなさい、楽しんでね。白いウサギは不思議の国への案内人。遊びに来てね。やれやれ、すげえ人だかりだったな。なんか今変なって、お前その格好。お前もだ、見てみろよ。わマジか。ええ、どうやらここは異世界ってことになるな。おいおい冗談だろ。あいつらさっき705にいたやつらか。ねえみんな、私のこと好き？それなら、みんなの願い、私にちょうだい！どうなってんだよ！考えてる暇はないようだぜ。突破するぞ、ジョーカー、スカル。やりゃいいんだろ、やりゃ相手になってやるよ。油断するなよ、お前ら。久しぶりの戦闘なんだからな。まずは体を慣らしながら勘を取り戻していくんだ。誰に言ってんだ。切り込み隊長なめんなよ。その息だ、スカル。我が輩たちもやるぞ。盾ごとぶっ飛ばしてやるぜ。うまい。貫け。
見せてやれ。来い、奪え。いいぞジョーカー、このまま一気に行くぞ。まとめて肩をつけてやる。早っ。つうか、この服になるだけじゃなくて普通にペルソナも使えんのよ。シャドウはうじゃうじゃ嫌がるし、なんなんだよここ。この感覚、ペルソナ、ここはまさかペルソナ。いただいていく。いくぞ。増援か。このままだと消耗が激しいな。環境を利用して戦おう。何か使えそうなものはないか。やるじゃねえかジョーカー。敵がいるんだぞ。目が回る。スカル、シャキッとしろ。せっ、おっ、後ろ、さっ、やっ、やっ、来い。喧嘩売るとか100万年早いんだよ。ジョーカー、スカル、気をつけろ。はぁ、また増えやがった。これじゃキリがないな。ここは撤退だ。逃げるぞ二人とも。敵が少ないのはあそこだ。一気に突っ走れ。つーか、マジで何なんだよここ。ここはアリスのパレスかもしれない。パレスって、あれはもうできないんじゃねえのかよ。だいたい異世界ナビだって俺らのスマホから消えちまって。我が輩にもわからん。だがそれ以外に説明のしようがない。モニターに映ったアリスを見ただろ。あれはどう見てもシャドウだ。ここはアリスのパレスで、我が輩たちはそこに迷い込んじまった。それが最も合理的な説明だ。くそ、とにかくやべえことに変わりねえってことかよ。何にしろもっと情報が必要だ。この辺りを調べるぞ。ここが本当にパレスなら、歪みの核、お宝があるはずだ。それらしき匂いがなくもない。調べていくうちにいろいろとわかるかもしれん。それ次第で我が輩たちが取れる行動も変わるだろうしな。やるしかねえな。よし。
ねえぞ。ジョーカー、さっさと歩け。なにこの子たち。あ、賊を捕まえたのですが、願いは奪えずそのまま連れてきました。願いが奪えない？何それ。おー、君ちょっとかっこいいね。ねえ、名前はなんていうの？ジョーカーって言うんだ。ダメじゃない、ジョーカー。ジョーの質問にはちゃんと答えないと。やめろてめえ。ギャーギャーうるさいな。君も痛めつけられたいの？ああ、そうか、やってみろよ。つまんない。いいよ、こいつら廃棄しちゃって。思い通りにならないおもちゃに興味はないの。バイバイ。いった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 。おい、お前ら無事か？ああ、なんとかな。ちくしょ、ひでえ目にあったぜ。つか、あの野郎、あれが本性ってわけかよ。いきなりぶん殴られてたけど大丈夫か、ジョーカー。ならいいけどよ、あの野郎調子に乗りやがって。さっさと戻って一発かましてやんねえと俺の気が済まねえ。で、どこなんだよここは。地下まで落とされたようだが、どうやらゴミの廃棄場らしいな。とにかく出口がないか手分けして探そう。ゴミだらけじゃねえか、こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。状況はこまめに確認しながら進もう。Oh.
こだここ。誰だ？私はソフィア、人の良き友人だ。はじめまして。お前は人間か？名前で、何があった？猫だよ。猫じゃねえよ。どっちだよ。てか、な、はあ、あいつは何者だ、ジョーカー。記憶がねえとか言ってたけどよ。箱の中から出てきただって？手品かよ。じゃねえみたいだな。とにかくよ、まずはここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか？ああ、いつの間に。困ってるなら役に立つぞ。私助けてく。そうだ。いや、出口。人も OK。 出口。おい、一人で行くな。そうだな。大丈夫かよ。まあ、まあ、待って、もう見つかってるし。離れろ、ソフィア。こいつらどっから湧き上がった。ここでやられるわけにはいかねえ。やるぞ、お前ら。なんとか切り抜けたな。ソフィアっつったっけ？怪我とかしてねえか？問題ない。だが、なぜ襲われた？いきなり襲ってくるとは、人に優しくないの？ああ、なんつうか説明できねえけど、あいつらはシャドウってやつらだよ。そして、よし、慎重に行くぞ。ソフィアが巻き込まれると厄介だ。なるべく敵に見つからないようにな。ペルソナ！逃げる。待て、敵だ。まだ嫌がるな。今はソフィアがいる。戦闘は避けたいところだが。あいつが邪魔なのか？まあな、ここ通らねえと進めねえし。 OK、 私に任せろ。あ？どうするつもり？って、お前、何して！待てって！なんだ貴様ら！侵入者か！助けると約束した。悪く思うな。とにかく行くぞ。我が輩たちも戦うぞ。来い。
あれは。よし、倒した。待て待て待て、なんかめっちゃ強いし、戦えんなら初めからそう言えって。聞かれなかったから。しかもその格好は、我が輩たちの怪盗団の真似をしたらこうなった。だな、お前。了解した。そうだ。よし、敵はいないな。先行こうぜ。行くぞ。撃ち抜く。見える。気になった場所は調べてみようぜ。何か使えるものがあるかもしれん。研ぎ澄ませ。敵シャドウ出現だ。か弱点を。撃ち抜く。撃ち抜く。敵ダウン。いいぞ。銃をうまく使っていけよ。じゃあやってやろうぜ。撃ち抜く。撃ち抜く。行くぞ。消えろ。どうだ、新技だぜ。ペルソナ、いただいていく。見える。敵もスキルを使ってくるぞ。うまく避けてくれ、ジョーカー。ジョーカー、そのあたりジャンプすれば届きそうじゃないか。待て、敵だ。あいつ倒さないのか。我が輩たちは怪盗。階段の方行ってみようぜ。あそこからぶら下がってるものを見ろ。おい、そこにいるのは誰だ。よし、敵がいい感じに集まってるな。ぶちかましてやれ。やるじゃないか。よし、残りの敵も片付けんぞ。ジョーカー、かっこいい。また一つ技を学んでしまった。よし、勝ったな。
まだ油断すんなよ。つか、行き止まりか？あそこから登れば進めそうだ。行ってみるしかなさそうだな。クラルケ、シャドウはいないみたいだな。見つけたぞ！しつこい奴らだ。クラルケ、撃ち抜く。一掃する。クラルケ、撃ち抜く。敵が仮面になった。敵の姿や力を仮面に封じ込め。へえ、面白いな。ペルソナの力、試してみようぜ。ペルソナ、ピクシー、いただいていく。ここだ。無駄だ。行くぞ、食らえ。今はあのでかいシャドウを集中して狙った方が良さそうだな。なっちまったぜ。息切れしてないか。あれは外に出られそうだぞ。よっしゃ、さっさとここからおさらばしようぜ。よし、やっと外に出れたな。だがまだ異世界の中だ。気を抜くなよ。待て、どうしたソフィア、何か見つけたか？感じる。あっちに出口がありそうだ。マジかよ。つか、なんでわかんだよ。ビビッときた。ビビッとってお前、
出口はこっちだ。ついてこい。おい待てソフィア。どうなってんだよあいつ。とにかく後を追うぞ。ここがソフィアの言う出口なのか。匂いが薄い。つーか、なんだあれ。大丈夫、ここは外に通じてる。通じてる？ぐにゃーってなってバーンってなるが出られる。適当すぎんだろ。信じろ、ジョーカー。話がわかるな。ああ、お前は一緒に来ねえのかよ。私はどうし、ジョーカーの言う通りだ。そどこだくしょ。うわ、何する。こんなとこに置いてけっか。わかった。じゃあ行くぜ。せーの。